HostTV.com。 2018年1月27日、17時、東京都港区グランドプリンスホテル新高輪飛天。 FNS 歌謡祭や数々の著名人が披露宴を行う高貴なるこの会場で、至高の宴が幕を開けようとしていた。日本最大級のホストグループ、グループダンディ、この新年会が今夜開催される。2017年の年間記録表彰を兼ねた3時間半にも及ぶ式典、まもなくの開幕を前に、ただ静かな時が流れていた。透明な水流に織りなす白と赤の光、この空間に純白の衣装を身にまとった一人の男が佇む。キャンディ、心の友や。昨年2017年にグループダンディの伝説的年間指名本数記録を更新してみせた男。そして彼と共にキャンディで働くキラオ。1年間で1億円という驚異的な売り上げを突破した男。この2人がこの場所できらめきを放つ。それは目を疑うような冠たる光景。今宵あなたは新たな歴史の1ページが刻まれるその瞬間を目撃することとなる。グランドプリンスホテル新高輪飛天。広大、高尚、高貴、威風、そのすべての言葉がふさわしいこの会場に、数えきれないほどの席が用意され、スタッフたちが開幕を目前にしたグループダンディ新年会に向けた最終調整に勤しんでいた。長きにわたるホストという世界の歴史、その中で常にトップを駆け抜け、業界最大手という威厳を貫いてきたグループダンディ。歌舞伎町を中心に現在約30店舗展開、900人にも及ぶホストを持つ。そんなグループダンディ22年間の歴史の中、伝説的記録を塗り替えた男がここに。キャンディ代表取締役、心の友や。2017年1458本という年間指名本数を叩き出し、グループ歴代記録を更新したのだ。ホスト界全体をも震撼させたこの記録。今夜彼はこの新年会で壮大な祝杯を挙げることとなる。この会場が僕の記録をまるで祝福してくれてるかのような会場で、すごく気分がいいですね。もちろん自分が祝福されることもすごく楽しいんですけども、いろんなライバル、ホストさんたちの輝かしい姿、そこにまたモチベーションなどを上げる要因があればいいなと思っているので、すごく楽しみです。そして心の友やと共にキャンディで働き、取締役を務めるキラオ。彼はなんと年間1億円という売り上げを突破、店舗最高月間売上、最高年間売上を記録し、1億円プレイヤーという称号をものにしたのだ。緊張して何も喋れません。やばいですね。
でもこんな僕の夢見た場所なんで、ミスチルの桜井さんが立った場所なんで、あんま飲みすぎないように頑張ります。17時20分、会場。910人ものホストたちが一気に会場内へと足を運ぶ。一つのグループだけでこれほどの大人数、力を有するホストが集うグループダンディ。このようなホストグループが日本で他に存在するだろうか。この光景、まさに圧巻である。さあ、お時間となりました。皆様到着していただきます。よろしくお願いします。そしてご静粛にお願いいたします。僕はね、ちょっと生い立ちの関係でお酒はあんまり飲んじゃいけないので、今日も水を。お偉いさんのお酒は断れないので、お時間となっております。配信からかけていただきたいと思います。皆様、今一度ご静粛にお願いいたします。ちょっとだけよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、酔った。それではお願いいただきましょう。よろしくお願いいたします。18時、ついに式が幕を開ける。圧倒的な人間力と思考を併せ持つ男たちがこの夜、時の声を上げる。誰も見たことのない超絶技巧の祝祭。その光景は想像をはるかに凌駕する。